くりどうぞ。うまい、うまいよお母さん、このイカグリケーキ。ベレデフレーブよ。おかわりが欲しかったら言ってね。はい。どうした、食えよ。俺ケーキは苦手なんだ。アンパンなら何十個でもいけるのに。とにかくよかったじゃん、飛び立ちチーム再スタートの第一歩は踏み出せたんだから。だけど選手登録まで一月しかないのよ。最低でもあと二人集めないと。それなら大丈夫、とりあえず一人目星はつけてあるんだ。俺がジローに負けるって見抜いただけじゃなく、剣の腕もすごいんだ。あいつなら一発のギアファイターになれるはず。はい、この辺りにある剣道の道場は全部で4つ。よし、すぐに見つけ出してやるからな。ファイトなんかに興味はない。なんだよ、人がせっかく才能を評価してやってんのに。僕のことより自分のクラッシュギアを直す方が先決なんじゃないのか。俺のガルダイーグル、やっぱどっか行かれてんのか。1/1ミリ。モーターのギアが1000分の1ミリほど欠けている。1000分の1ミリってわかるわけないじゃん、そんなこと。音だ。音？かすかだが僕には聞こえる。やはりな。ジローの思った通りだっていうのか。信じたくなければ信じなくても結構だが、このまま放っておけばいずれ使い物にならなくなるのは間違いない。だったらギアを交換すりゃいい。無理だな。そいつのモーターのギアはおそらく樹脂の削り出しで作られたハンドメイドのワンオフものだ。市販品では代用できない。そしてそれを直せるのはギアマスターしかいない。ギアマスター？お前まさかギアマスターが何だか知らないのか。ったく呆れた野郎だな。ギアマスターってのはメンテナンス、チューンナップ、カスタマイズに関してトップクラスの技術者だけに与えられる称号だ。これってクラッシュファイターの常識だぜ。けどよ、ギアマスターなんてこの日本にいる。どこにいるか教えてやる。ただし僕から聞いたってことは言うなよ、絶対に。ジン・キョウスケっていうのか、そのギアマスター。ジン・キョウスケ、どっかで聞いたことがあるよな。キョウスケに会いに。はい。親の俺が言うのもなんだが、あいつは変わり者だからな、会うかどうか。すげえ、クラッシュギアのフィールドまである。行こう。地下室にこもってクラッシュギアのカスタマイズに明け暮れてるのか。確かに変わってるかも。お邪魔します。すげえ設備だ。これがギアマスターの工房か。これもクラッシュギアなのか。むちゃくちゃな改造だぜ。帰ってくれ。何の用かは知らないが、作業の邪魔だ。ジン・キョウスケ君だろ、頼みがあるんだ。こいつを、俺のクラッシュギアを直してほしいんだ。な、頼むよ。こいつのギア、元アジアカップチャンピオンの片身なんだぜ。そう、俺の兄貴マリノ・ユウヤが世界大会に使おうとしてた代物なんだ。興味あるんじゃねえか、ギアマスターとしては。誰に聞いた。
俺のことを誰に聞いた？それは…それは言えない。ギアファイターなんて人間のクズだ。え？プライドが高くて融通が効かなくて、挙句の果てには平気で仲間を売る。ギアファイターなんてクズどもの集まりだ。なんだと？お前ギアファイターに恨みでもあんのか？だったら俺と勝負しないか？またそれかよ。お前のクラッシュギア強いんだろ？なんたってギアマスターだもんな。けどもし俺が勝ったら。勝てるわけがない。修理の必要なクラッシュギアで勝てるわけがない、このディノスパルタンに。そうか、そうだったのか。そうなの、やってみなきゃわかんないだろ。いや、そいつの言う通りだ。ジロー、お前のガルダイーグルは本調子じゃない。勝負しても負けるのは目に見えてる。邪魔する気かよ。早合点するな。俺が代わりに戦ってやるって言ってるんだ。え、どうだ、ギアファイターへの恨みを晴らせるチャンスだぜ。乗ってやる。その挑発に乗ってやるよ。ただしお前が負けた場合はもちろん引き分けでも修理はしない。それで文句はないな。望むところだ。カーテン閉めてくれ。お、眩しい。眩しすぎるぜ。あんなところに閉じこもってるからだよ。いつでもいいぜ。こっちもだ。勝負は3分間一本勝負。ギアファイトセット、レディーゴケンクラッシャーを封じるように動いた。まさか。俺のディノスパルタンはあらゆる攻撃を跳ね返すようカスタマイズしてあるのさ。約束だぜ、とっととお引き取り願おうか。待ってくれ。頼む、チャンスをくれ。今度は俺と行くぞ。負けは負けだ、男に二言はない。あ、放て、放て、放てよ。放て、諦めるもんか。何としてもガルダイーグルを直してもらうんだ。教えてやる。奴がなんで俺を手玉に取れたのか、どうしてギアファイターを憎んでいるのか、その訳を思い出したんだ。奴もジン・キョウスケもギアファイターだったんだよ。団体戦で常に上位に位置するチームグリフォンのメンバーだった京介はギアファイターとして凄腕を発揮していた。でも自分の才能を鼻にかけすぎて仲間たちから煙たがられるようになり、結局チームを追放されちまったんだ、1年ほど前にな。で、ギアファイターを逆恨みってわけか。まさか奴がギアマスターの称号を持っていたとはな。よし、決めた、4人目はあいつだ。おい、お願いがあるんだ。しつこい野郎だな。修理はお断りだ。その件は後だ。それより入ってほしいんだ、うちのチームに。ギアファイターとしての腕を見込んで頼む。誰がギアファイターなんかに戻るもんか。とかなんとか言っちゃって、本当はまだクラッシュファイトに未練があんだろ。ジローと戦ってる時のお前の目、あれはファイターの目だったぜ。自分の殻に閉じこもってないで素直になれよ。
ったくひねくれもんだな。しょうがない。こうなったら勝負でケリをつけようぜ。勝負勝負、双子止めには勝負だな。ん？お前みたいなのをクラッシュバカって言うんだ。もうね、いいだろう。受けて立ってやる。だがその前にお前のクラッシュギアを修理させろ。あ、手負いの相手をいたぶるのは俺の趣味じゃないんだよな。やっぱ素直じゃないな。素直すぎるぜお前。うっ、これから勝負する相手にクラッシュギアを託すってことは手の内を全て明かすことにつながるんだぞ。それに俺はまともに修理するとは一言も言ってない。あんな風に改造しちまうかもしれないぜ。お、信じるよ。こいつは樹脂の削り出しで作られたハンドメイドのワンオフものだな。市販品では代用できない。あいつの言ってた通りだ。見ろ、この先端が1000分の1ミリほど欠けている。これが不調の原因だな。またまた言ってた通りだ。どけ。ざっとこんなもんだぜ。治ったのか？お、本当に？俺を誰だと思ってるんだ？ありがとう。じゃあ勝負しようぜ。おい。ん？早く来いよ。俺が審判を務めてやる。うん、任せた。ラウンド1。ギアファイト。セットアップ。レディー。お前は学習能力がないのか。超高速スピンで弾き飛ばしてやる。簡単にやられてたまるか。逃がしはせない。ガルダイーグルのあの動き、俺とファイトした時とはまるで違う。そうか、マリノユウヤがガルダイーグルに施したセッティングは本来完璧だった。陣京介の修理を受けて蘇ったことにより、これほどまでに繊細かつ大胆な動きを見せているのか。まずい、スピンの速度が鈍った。今だ、行け。もう一度証明してやるよ。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。今度こそ叩きのめしてやる。俺にだってスピンタイプへのセッティングぐらいできるぜ。
方じゃない。荒野がセッティングし直したことでガルダイーグルの完璧だった機体バランスが崩れてしまったんだ。逃げてばかりいないで戦え！言われなくても！自爆だと？ワン！立つんだガルダイーグル！ツー！何してるんだよ！スリー！エグ、早くしないと！フォー！ファイブ！ゴーン！ウィナー、気をつけ！やはりさっきの勝ちは単なるまぐれだったようだな。なんだと？クラッシュギアは一流でもファイターが三流だってことさ。今度は俺がそれを証明してやる。ダッシュタイプセットアップ完了。こっちもオッケーだぜ。ノーマルタイプに戻した方がいいんじゃねえのか、初めの時みたいに。うるさい、目には目を、ノコギリにはソードだ。いやでも、ラウンド3レディーゴの性能に助けられてるだけだ。どうだ、俺のスーパーカスタマイズホイールの威力は。すごい、これまでのダッシュタイプにはないパワーだ。どうだ、恐怖の言う通りだ。今の荒野にあるのは運と執念のみ。何としても、何としても、何としてもお前を俺のチームに。運と執念の勝利か。やったぜ。そう、また行くのか、あいつのところに。ああ、昨日は結局引き分けに終わっちまったからな。頼んでみるよ、改めて勝負してくれって。私もついてってあげるよ、どんなやつか見てみたいし。その必要はない。ふっ、あ、コスカ何しに来た。何しにはないだろう、応じてやるよ、お前らのリクエストに。リクエスト？ってことは、つまり私たちのクラブに入ってくれるってこと？でもどうして。そんなことはどうでもいい、それよりも早く早くブライトを下ろしてくれ、眩しくてしょうがない。
大丈夫？お水でも飲む？いや、トマトジュースください。バンパイアか、お前は。